河野高校のダム河野河は、熊本県熊群湯の前町から西木町までの水田1900ヘクタールを潤す熊地方を代表する農業用水路。熊本県熊群湯の前町場編で熊川から取水し、たらに町を通って末端は、朝霧町の神とのばらに至る灌漑用用水路。着工は、元の9年と翌年とする説もある。工事は、熊川の洪水。 相良藩の財政急防による資金不足、当時の土木技術水準により困難を極めた。役人、高橋七郎兵衛正重が、1696年から10年がかりで1705年に完成させた。百太郎港の改作とともに、上、熊地方の水田化が著しく進んだ。しかし、戦場地にはまだ広い原野が残っていた。 約250年後の1958年に、市房ダムの建設に関連して、本格的な県営熊川南部地区と地改良工事が着工。市房ダムの下流部に作られた、河野ダムの水を取り入れ、樹液面積は3500ヘクタールに及ぶ。観光は1968年、コンクリート張りの近代的水路に生まれ変わった。2016年、河野湖、百太郎、 ドブミズジ軍として国際灌え排水委員会の灌え施設遺産に登録された。ありがとうございます。